太陽が咲いた、うざたいくらい部屋。夏だぜ、夏だぜ。いいね、やばいね。時々にコブつけていいわ。あジムニーだ、ジムニー。ちょっと練習しとく、大丈夫。そうっす、あ、運転手さん、いいっすか。今日一日よろしくお願いします。ゆうくんです、LINE LIVE でグランプリ選ばれて MV 出させていただきました。お願いします。岡春子です。岡さん、はい、はい、お願いします。最初の愛です。最年少なんですけど頑張ります。お願いします。はい、お願いします。チャンリーと申します。リーさんをひっくり返してチャンリーです。なるほど。長崎から来ました。よろしくお願いします。中本真奈美です。よろしくお願いします。はい、じゃあ一日よろしくお願いします。はい、ウィーン開きます。はい、あ、こっちでやる。はい、あ、左で、こっちでそのままって。そうだよね。ウィーンだけ。ルーテン、キンキンに冷えたコーラ、あの地球食べた君の動画、車を俺らができないってやばい。じゃあみんな楽しくいきますよ。はい、今日は一日笑顔で。はい、また、はいよ。喉乾いた。またコンビニやろう。キンキンに冷えたコーラ、噛みつき食べて気分豪華、車のナンバー隠してハイチーズ。イエー。はい、カット。微妙にうろ覚えだね。最初だけが分かんなくて。最初長いっす。これ扉開けるこの時に俺がなんかこう開けるよみたいな感じでいいですかね。そうか。ありがとうございます。すごいじゃん。すごい。これ大事だよね。下。お願いします。行きます。ちょっとはみ出ちゃうね。まあ今回の曲は、はいはい、夏にぴったりのドライブソングとなっておりまして、まあ、曲名がね、海のリビングなんですけど、うんうん、まあ、どういう意味なのかっていうと、どういう意味なんですか。まあ、勝手にはそのリビングっていうのは、うん、そのなんていうのかな、みんなこう、みんなが笑顔になる場所だと僕は思ってて、和気あいあいとしてね、空間というかね。そうで、その海が本当にリビングみたいだなと思ってて。ああ、確かにね、うん、なんかこう楽しいこと、辛いことも忘れれるみたいな、ね、そうそうそう、楽しいっていう空間になるところが、うん、リビングのような感じがするよね。そう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 。で、まあ、みんなね、この夏に海に来れば笑えるんじゃないかと、うん、なるほどね。だから海のリビングっていう曲名にしました。おお、そういうことだそうです。そうそうそう。なので、うん、まあ、本当にみんなにはこの夏ぜひ聴いてもらいたいです。めっちゃ写真がいいね。超綺麗です。空もいいし、超いいですよ。あ、でも楽しいです。なんかいろんなことするし。何回もあるんじゃないですか。あ、そう、まあそうですね。ありがたく何回かあるんですけど。僕初めてです。あ、本当ですか。どうですか。うん、楽しい。楽しいですか。撮られてるよ。あ、やばい。せーの。鈴木社。鈴木社。鈴木氏は、ジムニー、お仕事待ってます。よろしくお願いします。ジムニー大好きです、僕たち。CM サンプます。じゃあ、一回みんな降りてまた出発します。はい、ゴー、ゴー。太陽が咲いた、うざたいくらい部屋の中、照らしてくれるじゃんか夏男。ちょっとさすがに言えません、何があったかは。内緒で、内緒で、ちょっと秘密で、秘密でお願いします。3人の秘密なんでって僕言われてて怖い。尻に惹かれるタイプなんですよ。怖い。まさかの、まさかの上下関係。来た。これは何が始まるんだ。
絶対ダメ。楽しそうでした。一番楽しそうだね。ドキドキしてます。そのシーンだけ一番ドキドキしてますからね。やばいやばいやばい、抑えないと。え、そういうなんかキスシーンみたいなしたことあります？いや、ないです。あ、いや、もうちょっとすごいですね。いっぱいありないです。全然感じない。ありない。ないっておっしゃる。いっぱいありない。ありない。想像以上に楽しいです。ね、楽しくない？もう、ね、貴重な体験。緊張ってより楽しい。本当に貴重な体験だし、もう全力で楽しい。これです。多分 MV 出る頃に出てるのかな。そうっす。うちのちょっとテンション下がっちゃってるんですけど、眠くなってきました。もう眠くなってきました。眠いんですよ。まあ楽しくやれてるんで最高です。あった。開けてます。なんかもう全然開けない。化粧しちゃってるから、夜までには真っ黒になってたりですね。で、暗くて誰かわかんないみたいな。酔いの車で走らせ、ファン感染でこの歌流して。 LINE が来たら、はい、あーっつってこう、なんでだって見たら、みんな集まってるって書いてあって、いつもやっぱやめっつって、この辺ぐらいまで来たらカットする。わかりました。帽子だ。帽子。ありがとう。どんくさいんだから。本当困っちまうぜ。ホワイトムスクと潮風が今日の思い出にスパイスを波乗りの車。フリースタイルドライブか。おい。これやー、これやばいですよ、これは。膨らましてる振りでもいきさんとでかいですね。受信のためにじゃあ、これは無理でしょ。これ太陽が咲いた、うざたいくらい部屋の中照らしてくれるじゃんか夏。そしたらまず、スタンリーがここに一人で待ってる。はい、携帯かな。ゆうくんが何見てんのって携帯近づこうとすると3人も気に入りのエアフォース鏡でチェックして、あいつの車置き場にダッシュで、お待たせ、いやお待たせしすぎたね、今日みんなで最高にするこのポテンシャル。僕めっちゃ悪い男っすよ。ちょっと嬉しいから。ハハハハ、行っちゃうんだよね。そう、そういう設定。よーい、はい。ごめん、あ、ごめん、太陽が来る。
なんかどういう表情していいのか分からないです。それが本当に今やったんすよ。すごくないですかこれ。本当にね、お兄ちゃんねえ、生々。はい。ねえ、まえちゃん。兄弟の決戦とか。プロレスでしょ。やだよ。やだ、生きたらプロレスじゃん。やだよ。何プロレス。お兄ちゃんと弟どっちが勝つのでしょう。ピャンピャンピャン。本当にやんの。やんない。気持ち悪いし、それだった。これ痛いね。すごい痛いんじゃない。本当、達成終了です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。皆様、撮影お疲れ様です。お疲れ。いやもう本当にあの鈴木鈴木さんのところで今日一日夏満喫することができました。最高。どうまだまだ。いやもう夏だったらこの曲ってなるぐらい、もう今日一日楽しませていただきました。ありがとうございました。楽しみにしてます。はい、いや結構ガッツリ思ってます。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。高校生活最後の夏にめっちゃいい思い出が。うわ、はい、やったー。あ、今年から人生初 MV 撮影に、で、今年初花火最高でした。あ、いや、僕らも ね、あの終始本当に楽しかったで す。みんなとワイワイコミュニケーションできたり、はい、ね、すごく良かったです。はい、はい、まあ、最高の MV になると思います。うん、じゃあ、日本締めの終わり。